The intelligence we captured at Decimus's base indicates the Bannister using something called the Cartographer. What can you tell us, Isabel? The Cartographer is a map of everything on the Ark. That means Atriox could use it to locate key systems and weapons on this installation. Isabel and I have been going over the data from Decimus's base, and we found a way into the Cartographer. But it's not going to be easy. The Cartographer's defenses make it almost impenetrable. The only way up to it is by a Forerunner elevator. If you can get access to the local Forerunner control towers, I can take control of the elevator and take us up. It's our only chance of getting inside. We'll have to take it. We need to hit the Banished again before they find out what we discovered at their base. Get to the Cartographer and find out what Atriox is planning. Be careful. The Banished may still have traffic moving along the route. Coming in now, sir. Okay, listen up, team. You've all been chosen for this mission because you've seen plenty of action. We can't send a large force in without alerting Atriox to our presence. So I need the best. Hoorah! Scout the area. The Banished may still have troops moving along routes near the Cartographer. さあ始まりましたミッション3アセンション開始です。前回のラストではレキムス将軍を取り逃がしちゃったね。あと一歩のところでレキムス将軍はコアランナーのポータルを使って逃げてしまいましたね。なんか逃げ足の速いやつだったよね。でもこちら燃えるものがなかったわけではありませんよ。バニッシュでの基地の残骸からカートグラファーに関する情報が得られたんです。カートグラファー？カートグラファーはコアランナーの建造物に備え付けられて遺跡全体の地図みたいなものですね。ほうほう。フィーローのリングの直径は1万キロメートル、地球の直径が約1万3000キロメートルなので探索するには広すぎますよ、ね、うん、なんか一生かかっても無理っぽい。だからアトリオプス司令官は発掘作業のために地図を欲しがってるってことなのかな。どうやらそのようですね。それだけ重要な情報だからこそ先に手に入れることができれば人類に逆転のチャンスはあるってことですね。ユカリン的なブルートチョッパーですね。返り討ちにしてなります。お、どんどん倒していってる。こちらには車両攻撃に特化したサイクロプス艦がいますからね。偵察ビークルなんて余裕ですよ。前作ではにぎやかしのネタユニットだったのに立派になったもんだね。車両ユニットに対して無類の強さを誇りますからね。王子軍曹の運をセレーナさんが汲み取ってくれたのでしょうか。王子軍曹。さて、ジェロームさんがライトブリッジをかけてくれる間に、こちらは資源を回収しておきましょうか。資源を回収すると何かいいことあるの？リーダーパワーを使うには、物資とエネルギーを消費しますからね。ユニットが傷ついた時に、修復ドローンが使えないと困ったことになっちゃいますよ。ほうほう。092、ready to go。あそこでレイスが暇そうにしてる。チャンスですね。スパルタンのスキルでもらっちゃいましょう。わーい！おう、敵の体力がどんどん削れていくね。さっての敵の主力戦車ですからね。歩兵に対する効果が抜群です。 I'm across. Activating the light bridge now. さあライトブリッジ起動です。うわ、また敵が来たよ。あっちにもレイスがいますね。手にサイクロプスさんの敵ではありませんね。いけいけと、その前にガードホグを交換。放っておくと右から来るハンターにやられちゃいますからね。うわ、すっごい削れた。ハンターは車両攻撃に特化してますからね。ワートホグなんか一瞬でやられちゃいます。あ、レイスがやられちゃったよ。ギリギリやられちゃいましたね。まあジェロームさんがいれば新しいのが手に入りますから、また次のを探しましょう。はい。ローユニッツ on my way。 Spirit of Fire、we've found out who's been attacking the Banished mining operation here. Looks like the Ark will only tolerate so much abuse before launching Sentinels to defend itself. This has to be related to the Banished using the Cartographer. わぁ、すっごいセンチネルの大群。アークの自動防衛システムでしょうか。強引な採掘作業を続けたとき、センチネルを怒らせてしまったみたいですね。上陸地点で見たバニッシュド軍の死体って、やっぱりあいつらにやられたのかな。どうやらそのようですね。
さて、基地建設です。このミッションから本格的に RTS っぽくなってきます。建設、生産、大規模戦闘、それらをすべてこなす必要があるので、比較的忙しいミッションですね。To open it up, I need you to capture three forerunner control towers near the elevator. I'm marking them on your map now. Capturing these towers will get me access to the elevator controls. The Banished won't want us reaching the cartographer, so they'll fight hard to keep control of them. You're going to need a bigger army to capture those towers. Anders 教授が下は確保って言ってたけど、どうやらカートグラファーに向かうためにリフトを使う必要があるみたいですね。で、リフトを起動するためには制御タワーを確保する必要があると。このミッションはマルチプレイのドミネーションルールの練習も兼ねてるみたいですね。ほうほう、まずはカッター艦長の言う通り、エアパッドをかけて、ホーネットを量産します。生産体制が整うと、すぐ敵が攻めてくるので、タレットを複数立てておくのもいいでしょうね。了解。Captain, we're detecting enemy units moving on Jerome's position.ユカリン、敵が来るよ。ユニット数は十分とは言えませんが、仕方ありませんね。でもこちらにはサイクロプスがいます。どこからでもかかってらっしゃい。おお、あっさり倒したね。やはりサイクロプスは強いですね。未強化のホーネットの出る幕じゃなかったかもしれません。じゃあ今回はサイクロプス重視で生産していく？いえ。やはりホーネットを量産する方向で行きましょう。どうして？今回のミッションは確保する目標が複数あります。敵も目標を確保しに来るので、足の遅いサイクロプスだと対処しきれないんです。ほうほう、ホーネットなら地形を気にせず、広範囲をカバーできるってことなんだね。その通りです、マクさん。そういうわけで、艦長のアドバイスに今回は素直に従っておいた方がいいってことですね。あ、チャンス。あのレイスは使えそうなので、もらっちゃいましょう。おお、ジェロームさんが飛びついた。フェイローウォーズ2だと、スパルタンをたくさん出すことができないので、ワンみたいにスパルタンを乗せた車両で大活躍する機会は減っちゃいましたけどね。うん、それはちょっと残念かも。あと2だと、車両ユニットがかなり柔らかい気がしますね。スコーピオンを大量に揃えても、サイクロプスを出されれば一瞬で溶かされてしまいますし、スパルタンを乗せたところで、それは変わらないんですね。サイクロプスさん本当に優秀なんだね。耐久力もかなりありますし、敵に出されればエアユニットへの方針転換を強要される感はありますね。I don't think that's their only facility. I'm detecting several similar structures in the area. Sabotaging those buildings will slow the enemy's ability to produce wraiths. It could give us the edge we need. マップの各所に敵のユニット生産施設があるので、見つけ次第破壊するようにしましょうね。破壊した跡地にはミニベースを建てられるんだね。ミニベースはコストが安く、建物を一つ自由に建てられるので、余裕があれば、どんどん建てていきましょう。そうなの？キャンペーンのマップは広いものばかりですし、ユニットの移動はゆっくりなので、近いところから計算できれば、時間短縮になりますからね。ユカリン、なんかしびれてるよ。見ましたか、マキさん。あれが広い以上のキャンペーンの恐ろしさです。敵がリーダーパワーを容赦なく使ってくるので、ちょっと目を離すとユニットが全滅してたなんてことが、普通にあるんですよね。え、何それ？こっちがリーダーパワーを使うのはいいけど、敵に使われるのは想定外だったな。問題なのが、そのリーダーパワーの威力が強すぎるってことなんですよね。キャンペーンだとベースも物資も限られているので、一度やられると、すぐユニット数を回復させるのが難しいですし、クールタウンが短いので、ダメた途端にやられちゃうこともしばしばなんですよね。なんか対処法ってないのかな？敵の AI はあまり賢くないので、攻撃を受けた瞬間にユニットを分散すれば、被害はかなり抑えられます。AI は、どれを狙えばいいか迷っちゃうみたいですね。ああ、また来たよ。ヒギ、素早くユニット分散。We've taken one of the control towers. Let's make sure it stays ours while we take the others. Local units.危ないところでした。今のって避けたうちに入るのかな？何言ってるんですか、マキさん。あのまま放っておいたら大損害でしたね。素早く避けたおかげで、被害はワートホグ1台とサイクロプス1台で済んだんですからね。おう、言われてみれば確かにそうかも。自爆グラント、派手に吹っ飛んだね。タワーを確保されるかと思いましたが、ただ移動していただけみたいですね。自殺グラントって、なんだかかわいそうだよね。リーダーを倒されたグラントが突進してくるのとは違って、彼らの任務は、最初の来日と引き換えに敵を倒すことですからね。背中に巨大なメタンのタンクを背負ってるから、
爆発したら絶対に助からないよね。自爆プラントについて調べてみると、もともとはヘイローウォーズ1に出てきたアービターのリパ・モロニーが好んで使った戦術らしいですね。そういや、自爆プラントを最初に見たのがヘイローウォーズ1だっけ。そうですね。リーダーの元に転送されてくる大量の自爆プラントが一瞬で基地を割る姿は恐怖そのものです、ね、じゃあ今回もやっぱりバニッシュガブルートに脅されてやってるのかな。一応プラントなら誰でもいいってわけではないみたいですよ。故郷の惑星から離れたことと管理が不十分のおかげで性格が凶暴なグラントが増えているらしいんです。バニッシュド軍はグラントの集落からそういった個体を選んで自爆部隊に任命しているみたいですね。もともとそういう性格のグラントが多いってことね。でもまともに訓練されず自爆特攻だけを任されるなんてやっぱりかわいそうだよ。そうですね。まあグラントは知恵をつける前に徴兵されるらしいですから、本人たちもあまり深くは考えないんじゃないでしょうか。ブルートと一緒にいても奴隷のように使われるだけでしょうし、一足先に楽園へ行けて幸せぐらいに思ってるのかもしれませんよ。うん、まあそうだといいんだけどね。さあミッションも正念場です。3つ目のタワーを確保したら、あとは敵に取り返されないようゲージが溜まるまで耐えるだけです。くっ、ちょっと目を離した。スタンダまでよかったね。ガラスカビームだったら危なかったよ。敵のリーダーパワーには今後も悩まされそうですね。わ、何か叫び声が聞こえたけど、あれもおそらくリーダーパワーの一つで、敵ユニットの攻撃力が一定時間上がるとかそういう感じの効果でしょうね。まあ詳しいことはまだよく分かっていないんですけど、拠点 C が攻撃されてるよ。全軍で移動していては間に合いませんね。ここはホーネットを十字キーに登録して部隊を二つに分けましょう。おう、いいねいいね。で、また拠点 B が取られてるよ。部隊を分けて戦力が減ってしまいましたが、まあこれなら大丈夫そうですね。やった、全拠点確保だよ。ふう、苦しい戦いでした。でもあとはゲージが溜まるので守りながら待つだけですね。今回のミッションはなかなか長かったね。核武系のミッションは長くなりがちな傾向がありますね。敵のタワーを取り返しに来るので初動がまずいとクリアするのは難しいです。まあ何はともあれマッサイ、お疲れ様。わい、That's it. I've unlocked the elevator. Good work, team. We've got a clear route to the cartographer now, and you heard the banished Wraith production at the same time.Feels good to have another win, sir. It may be a bit early for celebrations, Jerome. Let's wait until we find out what Atriox has been planning at the cartographer. Another victory, team. Congratulations.